ブホールディングオンリー。それではこれからウォーターウォッシュエンドウォッシュ手法による描き方をやってみましょう。まず、紙全体を濡らします。手早くやりますね。そして全体に水が行き渡ったところでこんな感じですね。そこでちょっとこう照りを見ますね。あまり水がたくさんついてると良くないです。そしてだいたい行き渡ったところを確認したところでまず空から塗っていきますね。色の作り方です。素早くします。そして青空の見えるところに青を乗せます。雲のところをちょっと形取ります。山ですね。山はこんな感じ。こちらにはまた違うボートがあります。あれかみこんな感じで色を塗っておきます。ここまでしたらですね、もう触っちゃいけません。
このまま乾くの待ちます。今日は野外スケッチ第2弾として、山と湖を描いてみました。まあちょっと風が強いので、急遽車の中でやってます。ファーストウォッシュ一応終わりました。まあ、こんな感じですね。あとはゆっくりホテルに帰って仕上げましょう。今日お手伝いいただきましたドライバーガイドさんはミシェドナル。Hello there. Hi, Donald. Hello. How are you, Hugo? No. Ah, oh yes. Nice to meet you. Thank you for your cooperation. Yeah, no. You are very good driver and guide. We should meet again. Thank you very much. Thank you, Scotland. So much we passed already. My cozy bed. Time for my afternoon nap. Now, keep the noise down.